かみの心です。なんと今目の前にあるお弁当ですけれども、今度10月の11日日曜日にある料理と歌の祭典10周年のイベントの時に出るお弁当がこちらに今目の前にございます。はい、こちらです。これ2段になってるんですよね。はい、2段です。はい、それがまあ完成これなんですけど、中身はこんな感じで仕切りの中に盛りだくさんなお料理がたくさん入ってます。こちらはですね、はい、10月11日に配信とコンビと、そして会場の京橋のベロニカさんと3つの会場で一緒のお料理を楽しんでいただこうという企画でして、はい、そうなんです。はい、で配信で楽しんでいただくお客様は、はい、ブラストチラーというね、あの最新の冷却機を使って、こちらの炊き物とかを全部ですね、炊き上がった状態で一気に3度まで冷却して、で細菌が湧かない状態にしたものを冷蔵保存して、そしてそれをプール宅急便で皆様のご自宅に届けるという、はい、そういう試みですね。はい、そうでございます。はい、まあ、おせち料理のようなそれの一人版みたいな感じなんですけども、はい、もう炊いたり焼いたり煮たりとかしたような、本当にもう手間暇かけたコンビのお料理がずらっと並んでおります。はい、もう本当和食ですよね。そうですね。はい、美味しそう。でこちらのお料理を東京にいるスタッフとかね、熊本にいるスタッフとかね、関西にいるスタッフにクール宅急便で送りまして、で明日の夕方に食べていただくっていうテストをしようということで、はい、作ってみました。はい、はい、で明日、まあ、その彼女たちが食べてくれて、ただ感想を ね聞いて、でまた改善するところは改善して、まあ、本番にはもう最高の状態でお届けできるように、はい、頑張っております。はい、そうですね。はい、とても豪華なんですが、当日はこの配信のお客様はこのお弁当がお昼ぐらいに届く設定になってまして、ね、冷蔵庫で保存していただいて、で5時から始まるその配信ライブを一緒にこれを食べながら楽しんでいただくという企画です。はい、チケットもね、あのネットから購入いただけるので、はい、日本ちょっと東京とか沖縄とかはちょっと難しいんですけれども、まあ、あの本土の方でしたらこちらをお楽しみいただけますので、ちょっと遠くの方もお申し込みいただいて、はい、コンビと10周年一緒に楽しんでいただければなと思います。はい、はい、お申し込みは備考欄に、はい、貼り付けておきますので、はい、もしよろしければということで、詳しい内容もそちらから見てください。はい、お願いします。はい、どうですか。はい、もう私当日ね、どっちにコンビニにいるのかベロニカにいるか、まあ秘密ですけれども、秘密ですか。そうなんですか。私もどっちかな、今どっちかな、決まってますけどね。はい、はい、まあこれを私も食べたいなと思いながらも、はい、お客さんに楽しんでいただけたらなと思いますので、はい、お料理と歌と楽しみに10周年のイベントを盛り上げていきましょう。はい、では、はい、ご予約お待ちしてます。天王寺の居酒屋コンビ。